新井川裕二は日本放送 CP 局報道スポーツコンテンツセンタースポーツ部のアナウンサー。長崎県五島市福江島出身。小学生時代の早い段階でプロ野球のライター中継を視聴していたが、当時は長崎県域の民放テレビ局が2局しか存在しておらず、放送時間内に試合結果が判明しないので、ラジオのライター中継で聞いた。 深澤博士の実況に憧れを持ち、小学校3、4年生くらいから、ラジオ実況の真似をするようになり、アナウンサーを志す。いつみまさたかブームに乗っかり、いつみが、早稲田大学アナウンス研究会の出身だったことや、当時は民放局参加のアナウンススクールも所在して、なかったので、早稲田大学社会科学部に進学し、在籍中は、アナウンス研究会に所属した。 アナウンス研究会の先輩に、元日本放送、フジテレビアナウンサーの福永和重同期に文化放送アナウンサーの高橋進氏がいる。大学時代は文化放送にて、野球中継のスコア付けアルバイトをしており、就職活動で民放放送局を、キー局、準キー局、機関局等を多数受験したが、内定を得られなかったため就職浪人して、 再度就職活動を行った結果、2001年3月、同大卒業後の同年4月、日本放送に入社。入社直後の8日目に当たる2001年4月9日、局内の会議室で発声練習をしている最中に、テリーと乗ってけ、ラジオのディレクターが乱入し、突如番組を放送している生放送スタジオに連れて、行かれ、担当アナウンサーが不在だった。 番組内コーナーである、ショーアップナイター一番乗りの、ショーアップナイター番宣アナウンスを突然、担当させられ、これが、初泣きとなった。その後、同年7月7日に、J リーグととコールスタジアムの取材で、ファーストステージ第13節の横浜 F マリノスジュビロ岩田の、裏送り原稿用の実況を担当し、そのままジュビロのファーストステージ優勝実況を担当。 そのまま、同年10月から J リーグ中継関連の情報番組である J リーグととゴールフラッシュのパーソナリティを担当。また、入社翌年の2002年 NPB 主幹試合で実況デビューしてないのにかかわらず、当時のスポーツ部副部長から同局が独占中継権を取得した MLB 中継の実況担当となり、5ヶ月間通訳が つかない状態でアメリカ合衆国に派遣された。以後、NPB の試合でも実況デビューし、ショーアップナイターの実況を担当。また、ジャパンコンソーシアムの派遣として 2006FIFA ワールドカップドイツ大会、2012年ドンドンオリンピック、2020年東京オリンピックでは、サッカー女子グループステージチリ日本、普段実況を行わない、卓球男子シングルス準決勝、 男子団体準決勝、女子団体決勝、バドミントンのラジオ実況を担当した経験がある。ありがとうございます。